プレイステーション2台ありますが、プレゼント企画ではありませんので、お間違いのないようお願いいたします。ネモ TV をご覧の皆さん、こんばんは。デニモ店長です。はい、やっとプレステ4来ましたよ。あの2個前の動画見てもらったら分かると思うんですけど、あのうちにはプレステ4なかったです。はい、やっと買いました。あ、これ今中身ないんで空っぽなんですけど、はい、ねね2台なんで2台あるんで、もう知らんかった。なんでプロってあるん。もうね、うーんと、俺こっちの方で普通に 4K のやついけると思っとったんですよ。で、あのアマゾンで見てたら、お、これあのミンゴルダウンロード版のミンゴル付きで3万やったんですよ。あ、3万じゃないか、1テラなんで、だいたい3万5千円ぐらいやったんですよ。安っ。まあ高いんですけど、3万5千円自体高いんですけど、ちょっと前やっともうな4万超えとったんですよ、普通に。だから、ああもう何もソニーがやるなみたいな感じで、やっぱスイッチに対抗しとんな感動してもポチったわけなんですよ。んでね、これ届いた後に、まあね、ツイッターの方でこうちょっと自慢げにこれポチりましたよみたいな感じのツイートしたらね、あの知り合いのラーメン屋さんなんですけど、あの金沢にある福久っていうラーメン屋さんなんですけど、まあ、あのその福久の店長っていうか、そのお店自体すごい、あ、ちょっと話しとれますけど、福久の店長のお店、福久っていう、あのラーメン福久っていうのが金沢にあるんですけど、そこのお店自体すごい個性的なんです。まあラーメンも美味しいですよ。まあただ女性が一人で入れるかっていうと、多分無理っすね。うん。こんなん言ってたらあれなんですけど、すごい個性的なお店なんで、今度機会あったら、その福井さんのお店の許可取って店長にね、動画とかもちょっとアップしたいんですけど、まあ、あのコアなファンが集まるお店なんですよね。まあ、ちょっと話戻しますと、その福井さんの店長から、え、プロじゃないの、プロ買ってないんやみたいな感じのツイートが返ってきて、何プロ、プロって何ってね。もう久しぶりにゲーム機買ったんで、その 4K 用ね、これちょっとこっち置いとこうか、 4K 用のこのプロとかってあるって知らんかった、全然ね。で、そんなわけで、もううちの部屋のテレビが 4K なんで、もうこれ買うしかないやろって。これ高かった。これね、白色、これ出てみて、これ払う、はい、白色、黒色のやつなんか普通にあるらしいんですけど、白色ないんすかこれ。なんかやたら高く、普通の黒より高かったんですけど、もう部屋のなんか白なので、もう買うしかないってなって、もまあもう何しか買いますかって感じで買ったんですけど、まあ、そんな俺お金持ってないっすよ、ほんと。もうカツカツで、なんでプレステ4 2台あるんって話なんですけどね。まあまあ、これもう買い取ってくれる人もいるんで、誰かにプレゼントとかはもうないです。はい。で、こっちのプロの方を使って。で、せっかくなんで、この2台の比較動画、
こっちのノーマルのプレステ4とプロの方の比較動画をアップしようかなって思います。まあ正直もうこのプロが発売されたあたりからもうその比較動画は上がってるんですけど、まあ正直なんていうのかな、この YouTube 上に上がる動画っていうのが 4K じゃなくて1080p に変換されるんで、まあ、4K で撮ったとしてもね。だから結構どうなの、違いあるっていう感じにまあ微妙に、本当違うって微妙な差の違いなんで、こう別にこっちでもいいんじゃねっていう感じなんで、の動画が多いんで、そこはちょっと趣向を変えて、これマクロレンズ一眼レフ用の、これ今撮ってる動画も一眼レフで撮ってるんですけど、このマクロレンズっていうのはすごい寄りで撮れるんで、この寄りで撮った場合の違いがこうより鮮明に分かるんじゃないかなって思うんで、この比較動画を次の動画でアップしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。あれ？また切れとんない？もしかして。ちょっと待って。